こんなん降りようか。いやー、どうなる、マテリアキーパー出てくるのかな。個人的には出てきてほしい。多分もう一回ちょっと戦ってみたい。パイプで降りるは終わったな。うわー、これ絶対アイテムとかあったやろ。こっちちゃうな。え、どこ行ったらいいんこれ。これあの、え、でも電源、ああ、そういうことか。わかったわかった。これええー、やん、壊したらええんちゃうんこれ。てかお前開けたんやから、ええー、やんか。あ、もうこのやりにくい。あー、もうこれもう下手くそ、クラウド。もうお前やばい、向いてそれ使うことが向いてないねん、クラウド。だから壊すんが一番早いって、手っ取り早いって。ちょうどこのモンハンみたいな体験もあんねんやからな。壊そう、フェンス壊そう。もうこん使ってるとこないんやから、こんな死んだぐらいしか使ってへんねんやからな。行こう、真面目か。あ、開けんな。だ、壊したらよかってんやんか。進路建設ってあったな、言ってた。なんか自分同じ反応してるような気がする。恥ずかしい。で、マコーロー到着したっぽい。けどなんでこんな広いん、ここ。ほらほら、なんかダブル、あ、こいつか。この状況こそこれが役に立つと思う。あー、お前離れすぎ、離れすぎ。お前離れてるせいで破攻撃当たらんかったん、当たらんかったんって。なんやろ、あのあれみたい、のんのん日和のあの子みたい。ニャンパスの子みたいだったな。名前なんやったっけ。のんたんじゃないわ、なんやったっけ、りったんじゃなくて、あれ名前なんやった、あの子、のんのん日和のニャンパスの子。あれ、な、忘れた。あれ、あれ、あ、ちょ、ほんまに何やった、ちょっと気になる。ちょ、聞きながら調べよう。サンバガラスとスフール総督。うん、スフール総督、うん、聞いた。サンバガラスのグレン大佐も神羅から抜けた元ソルジャーって言ってたから。あ、そうなんや。カードと一緒だね。一緒にするな。舞台に来たら紹介してあげようか。ああ、その部分、それはいいです。いいけど、僕は入るで。僕は全然入るで、その暫定政府に入るで。レンギア、レンギア、レンチョン、レンチョン。もう、やっと調べて出てきた。レンチョンや、レンチョン。ノンタン、ちょっと惜しかったやろ。どこまで行ったんね、紫はマジどこにおんの。ここで、ユフィとの知人とかあったら面白いよな、紫課長は。なんか、ドラゴンボールにもおらんかった紫って。ねえ、いい考えじゃない。何が、ごたごたが全部片付いたらさ、みんなでウータンに来ればいいじゃん。そうやな。で、暫定政府のユフィ部隊として神羅と戦うの。神羅軍を次々と壊滅していく最強のユフィ。自分のこと美少女って言うな。事実やけど、事実やけど自分で言うな。ユフィ美少女隊長のユフィ。映画化か、間違いなし。見てみたいな。よし、そうファイナルファンタジー7、さっさとゴタゴタを片付けちゃおう。勝手に決めるな。軽くあしらわれてる。エレベーター長いな、これの。よじ登れって、こうエレベーターよりさ、鍵詰めでさ、あのロープ登ってる方が絶対早いやろ。このクラウドたちの足なら、脚力なら、腕力なら。デンジャー、はい、魔法エミッションゾーン。だから魔法ガスが濃いですよっていうことやんな。魔法中毒に気をつけろってことやんな。着いたか。かわいい。あれ、ウータイ？ウータイやな、これ。忍びだよ、ウータイの。てか、ウータイは戦争、なんでここに来たん？私の任務どうなっちゃうの？ウータイはでも何しにここまで来たんやろな。方針変更？かわいい、かわいい、かわいいねんけど、ユフィ。聞いてない？あ、ちょっと待って、かわいいねんけど。ごめんな、ユフィ。今一大事だと思うけど、ごめん。めっちゃかわいい。ここでユフィのストーリー深掘りか。そう、休戦中。そのはずだ。でも、どうだろうと。死んだ奴らには
同じことだ。行くぞ、紫を探そう。もうスクリーンショット名前とんねやろ、このゲーム終わる頃には名前になってんねやろな。始めたんだ、始まったんだ。でもユフィがなんかここまであの深掘りされていくのめっちゃ嬉しい僕は。あー今のチャンスだったな。あーこれクソかわいい。あーかんめっちゃかわいい。そういう空気じゃないっていうのは分かってるけど、めっちゃ可愛いボスやな。どうしてこんなこと、何も聞いてないの？知らないよ、何が起きてるのか全然分かんない。私まだ何にも役に立ってない。俺たちの役には立ってる、冷静にな。分かってる。今いいこと言うたよな、シレットクラウドな。今ちゃんといいこと言うたよな。